清武から松田陸は裏を使って原川、原川木田がべったりついてます。ヘディングまたコーナー、翔平から縦パス、ここシャットアウトして、あでも、はい、渡辺だから、この原川、そして渡辺ターンゴールの方に行きます。東俊輝で取りました。原川です。セカンドボールの反応は広島、ただ閉じた原川奪います。もう一度セレッソ、まもなく54分。さあ進藤が手を挙げている。進藤来た、進藤触った、北野、北野が行く、北野操作、ノット原川のターン、原川からのボール、カット、原川力、原川引きつけて清武だ。原川が走りした。マドリッチ。クロスを上げる、パスが上げてしまった、フッサのヘディング、前からプレッシャーをかけるセレッソ、原川、乾、原川の右足だ、大谷セーブしました。いや今いいコースだったんですがね、大谷よく止めましたね。かなり難しいコースでしたけどね、原川です。ファーサイド、なんとか折り返しと清武残して、原川狭いが打った、枠を捉えました。